はい、今回はですね、こちらフラットカバーの商品の説明について、やっていきたいと思います。使用するタートはですね、S サイズを使ってご説明、してまいります。まずですね、前後のホック、3箇所3箇所、6箇所のホックを外していただいて、このような形に、してください。まず最初に、マジックテープでこのような形で留めていただきます。こちら左右ついておりますので、左右をマジックテープで留めてください。その後、バッグの縁にこのようにカバーをかけていただきます。前後ですね、前後左右どちらもこのようにかけてください。その後ですね、カバーに3箇所、計6箇所ですね、前後6箇所穴がついておりますので、ここからバッグ本体のホックを出してあげてください。フラットカバーを取り付けていただいた際、バッグ本体にありますボタンをフラットカバーの穴からですね、出していただいて、フラットカバーのボタンと留めていただくと、こちらでフラットカバーが外れなくなりますので、安全のためにこのような形でご使用ください。セット完了後、ドームを開けてご使用になります場合は、6箇所こちらすべて止めてご使用ください。そうすることで、飛び出し防止にもなりますので、ドームを開けた状態でこのフラットカバーのご使用が可能となります。また、ドームを閉めてご使用になりたいときですね、はこちらのホックを、バッグ本体のものと、ドームの部分、この穴から出ているところを止めていただくことによって、ドームを閉めた状態でフラットカバーのご使用が可能となります。フラットカバーは二重構造になっておりまして、こちらフルカバーの状態と、あとこちら外していただくと強カバーのメッシュがついております。お好みに合わせてご使用が可能となっております。こちら前後とも同じ仕様になっておりますので、お好きな方を開けてお使いになることが可能となっております。でこちらチャック、メッシュの方はですね、チャックがついております。ダブルチャックになっておりますので、とても、出し入れがしやすくなっております。はい、こちらからですね、ワンちゃんの出し入れも可能となっております。こちらフルカバーの方はマジックテープがついておりますので、簡単にパチッと留めていただくことが可能となっております。はい、でまた、こちらですね、くるくるくるっと丸めていただきまして、ホックでパチンと留めていただきますと、このような形で簡単に丸めて留めることが可能となっております。またこちらの仕様はですね、こちらのカバーも同じようになっておりますので、同じようにくるくるっと丸めて留めていただくことが可能となっております。はい、またこちらですね、使用しない際は、こちらのボタン中に小さいポケットがついておりますので、噛みつき防止のためにこちらに入れていただくことをお勧めいたします。